タバコモザイクウイルスの感情粒子の電子、顕微鏡写真。小さすぎて、光学顕微鏡では見ることができない。ウイルス学の歴史では、19世紀末に始まる、ウイルスとウイルスが引き起こす感染についての科学的研究の歴史について記述する。ルイパスツールとエドワード・ジェンナーは、ウイルスの感染を防ぐ最初のワクチンを開発したが、彼らは、 ウイルスの存在を認識してはいなかった。ウイルスの存在に関する最初の証拠は、細菌が通過できない大きさの穴を持つフィルターを用いた実験から得られた。1892年、ドミトリー・イワノフスキーは病気に感染したタバコの葉の圧搾液が、このフィルターを通しても感染性を失っていないことを示した。マルティヌス・ベーエリンクは、このろ過された感染性の物質を、 ウイルスと名付けた。この発見がウイルス学の始まりであるとみなされている。その後、フェリックス・デレイユによるバクテリオファージの発見と部分的な正常解析によってこの分野は活性化され、20世紀の初期までに多くのウイルスが発見された。アドルフ・エドワルト・マイヤー、1875年1964年のソ連の切手に描かれた。 ドミトリー・イワノフスキー実験室のマルティノス・ベーリンク、1921年、ルイパスツールは、他の成功の一方で、狂犬病の原因因子を発見することはできなかった。彼は、狂犬病の病原体は、顕微鏡では検出できないほど小さいと推測していた。1884年に、フランスの微生物学者、シャルル・シャンベランは、狂シャンベランがタロカキとして知られている。 細菌よりも小さい穴を持つフィルターを発明した。これによって溶液に含まれる細菌をフィルターを通すことで完全に除去することが可能になった。バーヘ人間の農業主権上の指揮をとっていたアドルフ・エドゥアルトマイヤーは1876年彼がタバコモザイク病と名付けた病気に感染性があることを示した。彼はそれが毒素か極めて小さな微生物によって 引き起こされると考えていた。その後1892年に、ロシアの生物学者、ドミトリー・イワノフスキーは、シャンベラン型ろ化器を利用し、現在タバコも在クウイルスとして知られているものの、研究を行った。彼の実験によって、感染したタバコの圧搾抽出液が、フィルターろ化後も感染性を維持していることが示された。イワノフスキーは、感染が、 最近の産生する毒素によって引き起こされると示唆したが、その考えを追求することはなかった。バーヘ人間の農学校の微生物学の教師であったマルティヌス・ベーエリンクは1898年、マイヤーの実験を再現し、呂液には新しいタイプの感染因子が含まれていると確信した。彼はその因子が細胞分裂を行う細胞内でのみ増幅する。 ことを観察し、それを、コンタギウム・ビベム・フライダムと命名し、ウイルスという語を再導入した。ベイリンクは、ウイルスの実態は液体であると主張したが、後に、アメリカの生科学者、ウイルス学者、ウェンデル・スタンデーによって、ウイルスが粒子であることが実証されると、彼の理論は、信用を失った。同じ年に、フリードリ・ヒレフラーとパウル・フロッシュは、初めて動物のウイルスを、 同様のフィルターでろ過し、高帝液の原因を突き止めた。1881年キューバの医師、カルロス・フィンライは、蚊が、黄熱の原因を媒介していることを示す研究を発表し、その理論は1900年にウォルター・リードが率いる委員会によって証明された。1901年から1902年にかけて、ウィリアム・シーン・ゴーガスは、キューバの蚊の繁殖地の破壊を計画し、 この病気の蔓延を劇的に減少させた。ゴーガスは後にパナマからの蚊の根絶を計画し、それによってパナマ運河の開通は1914年に成し遂げられた。黄熱のウイルスは最終的に1932年にマックスタイラーによって管理され、彼はワクチンの開発に成功した。1928年にはトーマス・ミルトン・リバーズの編集によって、 基地のすべてのウイルスを網羅した小論集フィルターブルバイラススが出版されるほど多くのことが明らかになっていた。12歳の時にチョーチフスに罹患したリバーズはウイルス学において優れたキャリアを歩んだ。1926年、彼はアメリカ微生物学会によって模様された会合での講演に招かれ、そこで初めてウイルスは その増殖が生きた細胞に依存しているという意味で変成寄生体であると思われると述べた。ウイルスの粒子を観察した最初の人物はエディンバラのジェービューストであると推定されている。1886年に彼は闘病の中にマイケラコックスへを見たと報告しているが、おそらくワクシニアウイルスの塊を観察したものと考えられる。その翌年、 光学顕微鏡の進歩によってウイルスに感染した細胞の多くで風入体が形成されていることが観察されたが、これらのウイルス凝集物は詳細な構造を明らかにするにはまだ小さすぎた。九百三十一年にドイツの技術者エルン・ストルスカとマックス・クノールによる電子顕微鏡の発明によってウイルスの粒子、特にバクテリオファージが複雑な構造を持っていることが、 初めて明らかにされた。この新しい顕微鏡によって決定されたウイルスのサイズは露化実験から推定されていたものとよく一致した。ウイルスが小さいことは予想通りであったが、その大きさの幅については驚きを持って迎えられた。いくつかのウイルスは基地の最小の細菌よりも少しだけ小さい程度であったが、より小さなウイルスは複雑な有機分子と 同程度のサイズであった。1935年、ウェンデル・スタンリーは、タバコモザイクウイルスがほぼタンパク質で構成されている、ことを発見した。1939年、スタンリーとマックス・ローファーは、ウイルスをタンパク質と拡散に分離し、スタンリーの元の博士研究員ユベール・エス・ロリングによってその拡散が RNA であることが示された。 粒子中の RNA の発見は重要であった。1928年にフレデリック・グリフィスが類似物質の DNA が遺伝子の実体であることの発見につながる最初の証拠を示していたからである。パスツールの時代から死後にかけてウイルスという単語は感染症のあらゆる原因を指す語として用いられていた。最近学者たちはすぐに多数の感染の原因を突き止めた。 しかしながら、いくつかの感染症については、その多くは恐ろしいものであったが、病原体となる細菌を発見することはできなかった。これらの病原体は目に見えず、生きた生物の中での未生育した。ウイルスの発見は、これら不思議な感染の秘密を閉じ込めていた扉を開けた、鍵であった。これらの感染症の多くは、国ホの原則を満たさないものであったが、このことで、 先駆的なウイルス学者たちが感染症のウイルス探しを止めることはなかった。バクテリオファージバクテリオファージは細菌に感染して複製を行うウイルスであり、イングランドの細菌学者フレデリック・トウトによって20世紀初頭に発見された。しかし、それより前の1896年に細菌学者アーネスト・ハンキンはガンジス川の水に含まれる何かによって、 これらの病原体である、これら菌が殺菌されることを報告していた。水に含まれるものが何であれ、それは細菌を除去するフィルターを通過し、射沸によって破壊された。トうとは、ブドウ球菌に対するバクテリオファージの作用を発見した。彼は普通観点媒地で生育する細菌のコロニーが、水っぽく、またはガラス状になっていることに気づいた。 彼がこれらの水っぽいコロニーを集め、シャンベランロカキで細菌を除去し、そのロエキを新鮮な細菌の培養物に加えたところ、それらも水っぽく変化した。彼は、それが、アメーバ、極微のウイルス、生きた、原形質、または成長する能力を持った酵素によるものではないかと提案した。フェリックス・デレイは、ほぼ独学で微生物学を学んだ。 フランス系カナダ人の微生物学者である。1917年に彼は、観天場一上の細菌に加えることで細菌が死んだ、エリアが生じる、目に見えない仇役を発見した。その、仇役とは、シャンベラン型ロカ器を通過するバクテリオファージであった。彼はこのウイルスの見学液を正確に希釈し、最も高い希釈では、すべての細菌が死滅するのではなく、 細菌が死んだエリアが飛び飛びに出現することを発見した。このエリアの数と希釈係数との掛け算によって元の見学液に含まれていたウイルスの数が計算された。彼は新しいタイプのウイルスを発見したと知り、後にバクテリオファージという語を作った。1918年から1921年の間にレレイユは コレラ菌を含むいくつかの細菌に感染する異なるタイプのバクテリオファージを発見した。バクテリオファージは腸チ,チフスやコレラのような疾患に対する治療法となる可能性があったが、その見込みはペニシリンの開発によって忘れ去られた。1970年代以降、細菌はペニシリンのような抗生物質に対する耐性を獲得し続けており、 深刻な感染症に対するバクテリオファージの使用に再び関心が寄せられている。デレイは最近感染症の治療へのバクテリオファージの使用を促進するためにあちこちへ旅行した。1928年、彼はイエール大学の生物学の教授に就任し、いくつかの研究所を設立した。ノーベル賞受賞者ジュール・ボルデのような細菌学の 権威からの反論にもかかわらず、彼は、バクテリオファージはウイルスであると確信していた。ボルでは、バクテリオファージはウイルスではなく、溶原性の細菌から出た酵素に過ぎないと主張した。彼は、デレイユの目に見えない世界は存在しないと述べた。しかし1930年代に、バクテリオファージがウイルスであることの証拠が、クリストファー・アンドリュースらによってもたらされた。彼らは、 これらのウイルスの大きさや科学的、血清学的性質がそれぞれ異なることを示した。1940年にバクテリオファージの最初の電子顕微鏡写真が発表され、バクテリオファージはウイルスではなく、比較的単純な酵素であると主張していた会議主義者たちは沈黙した。他のタイプのバクテリオファージがすぐに多数発見され、どこで見つかったものであれ 最近に感染することが示された。しかし、この初期の研究は第二次世界大戦によって中断され、デレイユサイも沈黙を余儀なくされた。彼はカナダの市民権を持っていたにもかかわらず、終戦までビシー政権によって抑留されていた。バクテリオファージに関する知識は、1940年代にアメリカの科学者によるファージグループの結成に伴って増大した。 グループのメンバーには、コールドスプリングハーバー研究所で、バクテリオファージのコースを設立したマックス・デルブリュックも、含まれていた。他の主要なメンバーには、サルバドール・エドワード・ルリア、アルフレッド・ハーシーなどが挙げられる。1950年代に、ハーシーとマーサ・チェイスによる T2 ファージを用いた研究によって、DNA が遺伝物質であることを裏付ける重要な発見が、なされた。 デルブリュックとハーシーはウイルスの複製機構と遺伝子構造の解明によってノーベル生理学・医学賞を受賞した。それ以降、遺伝子のオンとオフの切り替えや外来遺伝子を細菌に導入する方法など分子生物学の基本的なメカニズムの多くがバクテリオファージの研究によって解明された。1882年にマイヤーは彼が モザイク病と名付けたタバコの病気について記載した。病気にかかった植物は半門状など不入りの葉を持っていた。彼は菌類による感染の可能性を除外し、またいかなる微生物も検出することができず、この病気には水溶性の酵素のような感染原因が関与していると推測した。彼は自分のアイデアをそれ以上追求することはなかったが、 イワノフスキーとベーリンクはこれまでに認識されていない感染因子が原因となっていることを示唆した。タバコモザイク病がウイルス病であると認識された後、他の多くの植物にもウイルスによる感染が発見された。ウイルスの歴史においてタバコモザイクウイルスの重要性が強調されすぎることはない。それは発見された最初のウイルスであり、 結晶化されて構造が詳細に解明された最初のウイルスでもある。結晶化されたウイルスの X 線解説像はジョン・デスモンド・バナールとイシドール・ファンクッチェンによって1941年に初めて得られた。1955年、ロザリンド・フランクリンは彼女の解説像に基づいてウイルスの全体構造を解明した。 同年、ハインツ・フレンケル・コンラートとロブリー・シー・ウィリアムズは生成されたタバコモザイクウイルスの RNA とその外、非タンパク質が自発的に集合し、機能的なウイルスを形成するを示した。おそらくこの単純なメカニズムによって、宿主細胞内でウイルスは作られている。1935年までに多くの植物の病気がウイルスが原因である、考えられるようになった。 1922年、ジョン・クン・ケルス・モールは、昆虫がウイルスを植物へ伝染する媒介者となることを発見した。その後の10年で、多くの植物の病気が昆虫が運ぶウイルスによって引き起こされていることが示された。1939年、植物ウイルス学の先駆者である、フランシス・オリバー・ホルムズは、植物の病気の原因となる129のウイルスについて記載した。 現代の集約的な農業は多くの植物ウイルスに豊かな環境を提供している。1948年にアメリカのカンザス州では小麦の収穫口の7%が小麦スジマダラモザイクウイルスによって壊滅した。このウイルスはチューリップサビダニエイサー・トゥーラペによって媒介される。九百七十年ロシアの植物ウイルス学者ヨゼフ・アタベコブは 植物ウイルスの多くが一種の宿主植物にしか感染しないことを発見した。国際ウイルス分類委員会は現在では900以上の植物ウイルスを承認している。19世紀の末にはウイルスは感染性、露化される性質、そして生きた宿主の必要性によって定義されていた。この頃まではウイルスは植物、または動物の生態内でのみ生育が可能だったが、 1906年、ロスグランビル・ハリソンはリンパ中で組織を培養する手法を開発し、1913年に E、スタインハート、シースライリー、R.A. ランウェールはこの手法を用いて、モルモットの角膜組織編で、ワクシニアウイルスを培養した。1928年、H.B. メイトランドと D.I. マグラットは細かく刻んだ、メス鳥の腎臓の見学液で、 ワクシニアウイルスを培養した。彼らの手法は1950年代、ワクチン生産のためのポリオウイルスの大規模培養に採用されると広く利用されるようになった。1941年から42年にかけて、ジョージ・ハーストは、広範囲のウイルス、または、血清中のウイルス特異的抗体を定量するための、赤血球凝集反応に基づいた圧生を開発した。 1918年から1919 19年にかけてのインフルエンザの流行時に働く女性。マスクによって最低限の保護が行われている。1918年から1919 19年にかけてのインフルエンザのパンデミックによって4000から5000万人が1年以内に死亡した。インフルエンザ菌ヘモフィルスインフルエンザはよくインフルエンザ感染後に日和未み感染を引き起こす。 最近であり、そのために、ドイツの著名な細菌学者、リハルト・パイフェルによって、この細菌が、インフルエンザの原因であると誤って結論付けられた。一方で、真の原因である、インフルエンザウイルスは1930年代まで、発見されず、病気の記述とその後の研究によって、このウイルスが、原因であることが証明されたのは1933年であった。 1931年、アメリカの病理学者、アーネスト・ウィリアム・グッド・パスチャーは孵化した鶏の卵で、インフルエンザや他のウイルスを培養した。ハーストは、ウイルス粒子と関連した、酵素化性を同定し、それは後に、ノイラミニダーゼとして特徴付けられるもので、ウイルスが酵素を含むことを示した、最初の例であった。フランク・マク・ーレン・ワーネットは、1950年代、 初頭に、ウイルスが高頻度で組み替えを行うことを示し、ハースと後に、それはウイルスが、分節化されたゲノムを持つためであることを導き出した。1949年、ジョン・フランク・リン・エンダース、トーマス・ハックル・ウェイラー、そしてフレデリック・チャップマン・ロビンスは、一肺の培養細胞を用いて、初めてポリオウイルスを培養し、固形の動物組織や卵を用いずになされた。 最初のウイルス培養となった。ポリオウイルスによる感染は、ほとんどの場合極めて穏やかな症状しか引き起こさない。このことはウイルスが培養細胞から単離されるまで知られておらず、多くの人々がポリオの発症に至らない、穏やかな感染を経験していることが示された。他のウイルス感染症とは反対に、ポリオの発症は20世紀に入って増加し、1952年頃に、 ピークに達した。ポリオの発症は、ジョナス・ソークによる効果的なワクチンの製造もあって、減少に転じたが、それが可能になったのもウイルスを生育する細胞培養システムの発明によるものである。デニス・パーソンズ・バーキットは、アイルランドのファーマナ県エニスキレンに生まれた。彼は、現在では、彼の名を冠して、バーキットリンパ種と呼ばれているガンについて、初めて記載した。 このタイプのンはアフリカ赤道域で流行しており、1960年代初頭には最も多い小児ンであった。ンの原因を発見するために、バーキットはンから採取した細胞をイギリスのウイルス学者マイケル・アンソニー・エプスタインへ送った。エプスタインはイボン・ヌ・バールとバート・エイコングと共に細胞を囲む液体にヘルペスウイルスに似たウイルスを発見した。 このウイルスは後にこれまで知られていないヘルペスウイルスと判明し現在ではエプスタインバールウイルスと呼ばれている驚くべきことに EB ウイルスは欧州人には極めてありふれたもので比較的穏やかな感染を引き起こすウイルスであるなぜアフリカ人で深刻な病気が引き起こされるのかは完全には解明されていないがマラリアによって ウイルスへの免疫が低下していることが関係している可能性がある。e b ウイルスは人にがんを引き起こすことが示された最初のウイルスであり、ウイルスの歴史上重要である。ロタウイルスの粒子20世紀の後半はウイルス発見の黄金時代であり、動物、植物、細菌のウイルスとして知られている2000種のうちのほとんどがこの期間に発見された。 1946年には牛ウイルス性下痢、粘膜病が発見された。牛ウイルス性下痢ウイルスはおそらく世界で最もありふれた家畜の病原体である。1957年には馬動脈炎ウイルスが発見された。1950年代にはウイルスの単理、検出手法が改良され、水糖、帯状疱疹ウイルス。 マシンウイルス、RS ウイルスを含むパラミクスウイルス、風邪を引き起こすライノウイルスなど、いくつかの重要な人のウイルスが発見された。1960年代には、さらに多くのウイルスが発見された。1963年には、B 型肝炎ウイルスが、バルーク・サミュエル・ブランバーグによって発見された。レトロウイルスが、RNA から DNA を合成するために用いる。 重要な酵素、逆転者酵素が1970年、ハワード・マーティン・テミンとデビッド・ボルティモアによって独立に発見された。これは、抗ウイルス薬の開発にとって重要であり、ウイルス感染症の歴史の重要な展開点となった。1983年、フランスのパスツール研究所のリュック・モンタニエと彼のチームは、現在 HIV と呼ばれているレトロウイルスを、 初めて単理した。1989年回論者のマイケル・ホートンのチームは C 型肝炎ウイルスを発見した。新たなウイルスやウイルス株の発見は21世紀も続いており、サーズやニパウイルス感染症のような新たなウイルス感染症が出現している。過去100年以上にわたる科学者たちの成果の一方で、ウイルスは新たな脅威と課題を突きつけ続けている。 ありがとうございます。